今日はみきちゃんがお店を開いたということなので原宿アルタに来てます。向かってみます。じゃあお店です。めっちゃ可愛いね。本当可愛いでしょ。すごいピンク、さすが。そうなんかピンクのね、可愛い物質をテーマに。あー確かに。そう今日着てるの。じゃあ早速これ早速超お願いします。オリジナル T シャツができて、今ちょっと販売もてて、いいね、かわいいよね。じゃあお店のちょっと紹介を。はい、まあ、じゃああと最初なんかあれだ ねメニューとか、どんなものか。まずはそうだね、やっぱね、制服の、まあ、韓国のこうアイドルとかがこう衣装とかで着てる制服をレンタルできるお店になってて、でまあこんな感じで時間が何種類かあって、でこの時間内だったらもう何着でも着て大丈夫で、結構なんか他のお店だと、まあ、1着でいくらみたいなのが多いけど、うちはもう何着でも、だからあれだけ着れるから、多分100何通り本当は着れるんだけど。あ、そうなんだ。へー、だからこの時間だったら何着でも OK なのと、あとお外に出て OK だから、結構これ着て、まあ、あの渋谷とか新大久保行ってる子とか結構多い。2泊とかあるんだ。そうで、こういうのとかだと、まあ、これ着て、まあ、ちょっと遊園地行ったりとか、なんか彼氏とデートで、なんか制服デートとかするの使ってる子とかいた。まだ年齢制限は、ね、全くないですね。下はもう4歳から着てて。あ、そうなんだ。上はさ、もうね、私と同じ30代 OK ってことですよ。まあまあ全然、ね、もうてか年齢関係ないよ。そうだね、う、そうだよ、好きにね、見た目がそう、もういいよ、何でも OK。 そう結構いろいろ載ってるの、ね、あ、そう、これね、雑誌、これはキューガルっていう、まあ、小中学生の子が読む雑誌で、これがお台場亭の方が特集されていて。すごいね、この子かわいいね。かわいいよね。最近の子は足が長いからいいよね。足も長いしさ、もうなんかもういろいろいろんなものが凝縮されて、顔がもう。そうなの。これがね、はい、あの原宿店のオープンイベントで、まあ、サクッとね、結構ね、意外に原宿急いでる人がなんか多くてね、働いてみたら、ちょっと着たい、ちょっと着てみたいって人用のため の30分。あ、本当だな。で、あとプリクラも取れる1500円のプランを作って、で、これはまあ、好きな気になる制服を、まあ、1着着て、また今度時間あるときに、じゃあこっち来てくださいっていう感じね。お試しみたいな感じ。そう。内装いきます。はい。これがロッカーになってて。かわいい。ロッカーを開けると、中に制服たちが。本当だ。あ、これは全部着れるやつ？そう、着れるやつよ。着れないやつはない。あ、そうなんだ。こっちとかもね、ちょっと可愛いからさ。こん中から選ぶんだ。そう、こん中から好きなやつを。あ、可愛いね、これ。そう、選ぶ感じに。へー。なんか出してみて。なんか出してみてね。みきちゃんのおすすめ。今ね、やっぱ人気あるのだと、やっぱこのね、ピンクの、ね、あ、めっちゃ可愛いね、これ。そう、ボタンがこう4つになってて、で韓国のやつはこの裏地もさ、確かに可愛くなってて、ハートになってて可愛くなってるのと、あとこのスカート、へー、裏地めっちゃ可愛いね。そう、可愛いよね、うん、これが一押し。そう、一押し。可愛い、人気あります。人気グレーも可愛い。そう、これもね、王道のこんな感じになってて、これだと王道だと、これ。あ、そうなんだ。これがすごい人気、韓国って感じ。あ、確かに着てもいいから、何度も言うけど着ていいんだよ。私はちょっと、え、もしかしたらとあの登録してる方見たいかもしれないよ。まあ、なんかのタイミングで、じゃあ。そう。エクステつけた時にさ。あ、いいね。きっとね。じゃあ、ネイリこういうのにしてよ、ジングさん。
ごめんね。お酒ね。すいません。今大変なことをしました、私は。大丈夫ですよ。失礼しました。慣れないからね。そうそうそう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 。もうこんなピンクの世界にいることないから。なかなかね、ないからそう。あとこれね、なんかここ、こんな感じで、ラブレターはいっぱい。あ、すごーい。あるの。だからこうなんか写真とかさ、インスタスポットとか撮るときにさ、こう、確かに確かに。みんな写真こうやって撮ったり。あ、へぇー。してて、で、キッズ用がね、あ、かわいい。キッズ用めっちゃかわいいね。さっきのと、あ、ほんとだほんとだ。全然ちっちゃくなってて。もう全体的にちっちゃくなってるのほら。本当だ。そうそうそう。よいしょ。もうね、解除されたからいろんなところからまた大阪とかいろんなとこ来てくれてて今。へえ。一番遠い子は？遠い子で、まあ沖縄だね。あ、そうなんだ。すごい。沖縄の時の沖縄からわざわざ来てくれてる子がいました。あと韓国から来てくれた子もいた。あ、そうなの。逆に？そう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 。はい、こんな感じ。制服はこんな感じです。オッケー。では、あのね、レンタルでこういうスニーカーもね、うんうんうん、借りられるの。あ、一緒に借りられるんだ。そうそうそう、あの、500円で、ね、ヒールとかで来ちゃった時とか、あ、借りられるの。そっかそっかそっか。やっぱスニーカーじゃないといけないんだね。そうそう、なんか足元まで写したい子はね、結構ここまでこだわって履いてる。へー。あと、こっちだね。ここが、ネクタイゾーンに。あ、へー。かわいい。販売してるんだ。これ販売中のやつ、うん、でこれがもうみんな自分でコーディネート決まってるコーディネートはないから、もう好きなように自分が可愛いって思うので、うんうん、コーディネートしてください。オッケー。そうだね。そう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 。大変だからこれ倒しちゃうから私。そうだね。はい、こんな感じです。あとはこういう小道具とかも全部撮影するときに使って。うんうんうん、撮影はどこで？みんなこの中でやるの？みんなね、この中で。あとで写真をいくつか見せてあげる、あ、送るけど、みんなだいたいここで。可愛くない？可愛い。確かに。へぇー。あれとかさ、これ防具だからしかも。ほんとだ。そうなの。お客様がお祝いでプレゼントで、あ、そうなの、すごいね、さすが。あのクマちゃんもでしょ。あのクマちゃん、うさぎちゃんのね。うさぎちゃんだね。うさぎちゃんだね。お隣のバルーン2つも。へー。今ちょっと公開から時間かかったからだけど、あの姉さんからいただいたやつしっかりありますこれ、なんか時に持ってよ。 なんかあったらこれ持ってこうやってやろうと思って。ありがとうございます、はい、本当に。いえいえ、綺麗なお花がすごい可愛かった。よかったよかった。すごいね、サインもいっぱい。そう、サインもね、そう、来てくれて、お友達たちが YouTuber の子とか、アイドルの子とかいろいろ来てもらってミャオのサインもある。確かに。そうそうそう。でもよく来てくれる。はい、じゃあこっちが試着室に。はあ、すごいね、ここ真っピンクでーす。で、みんなここでね、鏡越しにこうやって写真を撮るわけよ。あ、そういう感じなんだね。するほど足が長くね。確かにね。なるから、ここで撮るとめっちゃスタイルがすごい。この部屋めっちゃ可愛いね、でも。で、見て、これ。これを見て、最高です。塗ったの？塗った。ぴったりじゃん、私のネイルに。ほら。あ、ほら。これいいね。めっちゃ楽だ。うん、良い良い。良いよね。これいいね。いい絵だよね。いい絵。ぴったりすぎんのよ。これサムネにしたいけど、何が何だか分からなくなっちゃうからね。確かにね。へぇー。そうそうそう。これはすごいわ。ここ、更衣室、写真部屋にした方がいいじゃん。そうそう、ほんとそうだよ。だから、一回着替えてなかなか出てこないの。あ、そっかそっかそっか。さっきのお客様たちは来てどっか行っちゃったの？あ、そうそう、来て多分ね、どこかプリクラとかね、カフェとか行ったのかもしれない。で、ここにね、はい、ここの、それ今は紙袋しかないんだけど、うんうん、これとかの、読める子多いのよ、今の子。すごいね。すごい、あ、ソンブルだとかって言って、これプレゼントって意味なんだけど、みんな読めるの。だからこれに多分、例えば韓国コスメとかなんか入れて友達にあげるって。すごいね。そう、みんな読めるのよ、今。へそうそうそう、こんな感じになってます。はい。じゃあとこっち。これね、プリクラ。うん。
韓国のあのインセンティブボクシングで、韓国だともうすごい知らない人は一人もいない有名なプリクラになってて、でこんな感じでプリクラすごいねしてて、だからここでも周りの写真確かに。へえ、ちょっと立ってみて。これ立ちますね。こんな感じ。あ、いいね。いいでしょ。うん。映え、も漏れるのよ。確かに。そう。へえ、プリクラ。韓国ので撮ったインセンネコよりこっちなんか漏れるってみんな。そうなんだ。すごい言ってて、多分ね、こう明かりがすっごい明るいから確かに、ね、漏れるみたいで。ここね、外の。外の光が、そう。へー、これはこの間の韓国の社長に遠隔で日本語に直してもらいました。すごいね、遠隔操作で。でほらこれずっとハングルだったんだけど、でもハングルでもう読めるの。確かにお客様たちできるってことね。そう、でもちょっと遠隔で直していただきました。ありがとうございます。そうこんな感じになってて、フレームはこうやって選べて、へー、でこれも枚数なんだけど、こうやってやって、まあ、500円入れると始まりますっていう感じになってる。すごいね、プリクラって何年も撮ってないけど面白いね。そう。Okay. なんかまあこういう、ね、小道具とか置いて、なんかみんな持ってイエーイって写真撮って、なんで今も再来年の卒業式の予約まで入ってるからね。すごいね。じゃあカフェの方へ行きましょうね。